メッセージ、ここでなら召喚します。どういうことだ。ああ、来た、奥で。おう、おいでくれ、どこだ。外。外？見える？全然わかんない。あ、外ってそこか。ここここ、これだ、これだ。あ、お前だ、いたいた。あ、見える？お、多分そのうち来れんじゃねえの。召喚したよ。したしたした、してるしてる。あ、初めて来る場所だからな。開く。お、牢屋も開くのか。なんかメッセージがある。メッセージを読む。苦しいです、評価してください。わがまま言うな。これ多いよな、苦しいですってやつ。ああ、評価されたら回復するから。うん、それは知ってんだけど、俺一回もしたことないんだよそれ。あ、アイアンメイデン、拷問椅子がある。アイアンメイデンじゃなかった。あ、やった、来た来た。あ、どこ。え、その辺歩き回っと。あ、お前、おったおった。バレたか、閉ざされているようだ。あ、いた。なんかいかつい装備だな。何、盾、武器が。いらっしゃったわ。ああ、赤いの来た。前赤いの助けてくれたんだけど。めったに会わへんわ。うん、だって回復アイテム50個とかもらったもん。いて。で、その辺の雑魚はほ、わからへん、助けてくれるかもしれん。え、助けてくれる赤い人、初心者狩り会ったことがないんで。初心者狩りそっちゃうで。俺まだ会ったことない。お、赤い人、どうだ、助けてくれるタイプか。やる気かな、どっちかな。どうする、礼をするんか。なんか礼をするのが礼儀とかみたいなのを見たんだけど。丸押しっぱなしだったっけ。あれ、アクションの仕方どうだったっけ。戦って良さそうだな、戦おうか。ほら、立てないな。なんだ、隙あり。よし、抹殺。よし、じゃあとりあえず進もうか。鍵やろ、鍵を集めながらちょっとずつ進んでいく感じか。うん、道は任せる。うん、教えると面白くねえからな。というか覚えてない。うん、分かりやすい。よし、うわ、なんか怪しい空気が、正気みたいなやつが。と、何もなかった。うわ、今回まだザコに出会ってないんだけど。なんかすごい音がしてるんだけど。お、アイテム発見。水銀石のかけら。あ、なんか400も増えた。なんか倒したの？ん？おう。俺の見てないところで。なんかその格好はあれやな、冒険家というかインディージョーンズというか、なんていうかな、一番初めは重装備だったんだけど、それすると前転ができなかったんだよ。ああ、だからなんか裸に胴体だけで行ってたんだけど、そしたらすっげえダメージ食らうの。あ、おい、アイテム持った敵落とすなよ。あ、落ちた、落ちたぜ、ひでえな、おい。あ、アイテムがあるって思って追ってってたらしょ。おお、後ろから敵来てる。スキアリ、あれ、後ろ多分バック取ったんだよね。貴族のロートス。お、なんかすげえダメージ食らったぞ。ほら、メデューサみたいなやついるじゃん。ていうかメデューサか。ほら、お、まだ光ってる。2個目の鍵、3階の鍵。この牢屋にいるやつら倒す意味あんの。中にアイテムがあれば。あれば。なければ無視か。お、敵の不意打ちがあるらしいぜ。優しいね、みんな。よし、不意打ちって横、この牢屋からの攻撃のことかな。そっちは2周目だからいいけど、俺は初めてだから何も分かんねえんだよ。お、アイテム。ここは迷う。迷うんか。あれ、これ行き止まり？ん？この先行き止まり？うん。なんだろこれ。さっきの鍵使って
扉開けて。なるほどね。ちなみに俺さっきあの腐れ谷で一歩踏み出したら近道できるって書いてるから、近道したらそのまんま落ちて死んだよ。普通にそれは罠メッセージ、普通に普通のメッセージなんだけど、ちょっとあのダッシュっぽくなってもて、あ、行き過ぎて着地してそっから跳ねて死んだ的な。あるある。ほんと初め罠かと思ったよ。そして2個目のが評価が異常に少なかったからちょっと怖かった。前転でも壊せたんだ。さあ、て行く道全然わかんねえ。あ、アイテムあるじゃん。なんだよこれ。いいものか。いただきます。水銀石のかけら。これ何に使うんだよ。それは武器の強化。武器の強化ね。まだ何武器するか方向性が定まってないからな。ああ、酔ったな。まあ、基本はこれで。あ、そうだ、このゲーム走れるんだ。忘れて。え、そこ。そうそうそう、俺初め走り方知らなかったんだよ。6時間ぐらい、6時間もね、4時間ぐらいだ。 Help me って聞こえたんだけど、ほら永遠に死ね。お、アイテムあるじゃん。希望の3階の牢獄の鍵。お、なんかすげえアイテムいっぱいもらった。魔術師装備評価してやんねえ。評価してくださいって書かれると評価したくなくなるよな。気持ちわかる。ナイスメッセージにすら評価したことないのに。あ、時々するな。するん使った時。優しいな。あれ、これ一番初め。そうそうそう。あ、戻ってきたんだ。つい帰りそうになったっちゃじゃないか。なったったっちゃじゃないか。微妙に噛んだよな。鍵使っても開けるのは手動なんだな。え、どういうこと。いや、自動ドアじゃないんだな。まあこんな、この時代背景的に自動ドアはあんまりないと思うけど。霧の中。うわ、暗っ。こんなに壊れるかな。お、壊れた先にメッセージが。メッセージなんて読んでる場合かって。ふざけんな、クソ野郎。そんな余計な本書いてる暇があったら先に進め。ほら、ちょっともうそっち先に行きやがって。俺いろいろ壊してんだぜ。なんかアイテムあるかもしれねえから。やめて、この子はやめて。敵に、え、殺しちゃダメなの。いや、ええけど。え、え、何。とりあえず無害よ。無害なんやったらじゃあ許してやるか。優しいな俺。でも追ってくるのはなんでなんだろう。逃げようとした時に道塞ぐぐらい、うん。じゃあ邪魔じゃねえか。ストーカーしてくんだこの子。ほっといて、ちょっと攻撃食らえるなら食らってみよう。ほら、隙だらけだぜ。襲ってこいよ。襲ってこない。てか間違って殺してまいそうだな、こういう横のやつ殺そうと思ってる時に。閉ざされているよ。開かない。鍵手に入れてからか。今日のメッセージ、金縛りに注意しろ。なんか意味深な、いいやつ。誰がだよ。さっきのあれのことか。いやいや、あいつは、開始数秒で殺される人だから。数秒？あ、開いた。あったらまず切るから。ほら、ちょっとザコ多い。全員殺していいんだろこれ。うん、いいよ。壺がある。あ、なんか拷問されてる。殺しちゃっていいの。ほう、救ってあげて。ほら、死ね。辛かったろ。もう死んでいいんだお前たちは。拷問部屋だここ。てかさっきの壺どうやって入れたんだろうね。明らかに入らないだろあれ。わざわざ焼いたのか、入れてから。そうとしか思えねえじゃん。またメッセージ、こんにちは。
あ、こんにちは。今度こそアイアンメイデンがあった。これ開けて、開けてやれ。ほら、いた、なんかいた。名もなき勇者のソウル。てか、この血の具合とかリアルすぎんだ。これ自分も入れんの？無理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 。まあ、入れるって言っても入らないけど。あ、ブラック、レザー装備をもらえた。うわ、メデューサがいる。俺に任せろ。ほら、ほら、背中、ほら、背中。そんな強くないな。うわ、敵だ！ポイズン！言いたいこともねえ、こんな世の中じゃ。ちょっと待って、俺、あと、ポイズン1個しか残ってないはず。マジで？マジマジ。さっきなんか呪いかなんかになって治らんままボス倒してきたからな。ああ。あれ？やばいやばい。あった。規則のロートス、これか。そして迷っている間にヒットポイントが半分ぐらい減ってる。うわ、上の方に吊るされてるし。すげえもったいねえ。にしてもここはなんていうか特徴がないようなマップだな。ん？なんか変わり映えがない。同じところをずっと回ってるみたいで。それはある。それで迷う。え、落ちた。おう、びっくりした。俺終わったかと思った。生きてた。あー、残念。残念とか言うんじゃねえよお前。俺死んだら追い出されるんだろ。お, お前も飛び降りてこいよ。道分かんなくなったよ。この先落下に注意しろって落ちてから言われたよ。落ちる前に言ってくれよ。ほんまに一発アウトの落としたのあれで。そんなもんはいくらでも腐れたにやんじゃねえかよ。あ、走った。どこだっけかな。落ちたら場所わかんなくなっちゃった。落ちなかったら分かってた。あ、これあれか。一番初めか。一番初めにこの端っこまで来て鍵持って帰ったところか。ってことは戻りゃいいんだな。そうそうそう。なんか死体の声聞こえるな。あ、ここか。あれ？こっちじゃない。そっち？どっちだ？左？あ、アイテム取ってねえじゃん。ああ。待ってくれよ。ブタゴリラ。なんだっけそれ。とんがりじゃねえか。ブタゴリラってすごい侮辱やんな。ブタゴリラ、ブタにゴリラだろ。どう見ても褒め言葉ではねえよ。あんなあだ名つけられたら泣くぞ。熊が香る豚ゴリラ。顔が豚で体がゴリラってことかな。ミオちゃんってなんて呼んでたっけ、豚ゴリラのこと。香るさんじゃねえ。ああ、そっか。あれ？あれ？たかしさんが静香ちゃんだろ。熊田香る、花山香る、あ、それ違うけど。ちょっと待てって、多分悪だろ。敵、生きてる。手上げてる。もう今殺せ。邪魔邪魔。死ね死ね。お前らの服は俺に出会ったことだ。アイテムあり。お、隠密の担当だ。ほら、お前たちは楽になっていいんだ。鍵爪。お、貴族のロードス。なんかメッセージがあるじゃん。ん？まあ頑張れや。頑張るよ。そっちはメッセージ読めないの？そっちで入る。読めるよ。問題なく読める。うん。ここか。やっとさっき落ちたところまで戻ってきた。こっち？なんか嫌な扉の開け方だな。うわ！ごっつい食らった！うわ、しびれた！痛い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 。ああ、俺を狙うなよ。よし、俺じゃなかったらよし。ふぅ、俺は自分の体が一番大事だ。
左、左、左、なんか、ああ、この先の行く道がってことか。うわぁ、おいおいおい、なんか爆発したぞ。鉄板に刻まれた文字を呼ぶ。あ、希望の路、東4階。壊れろ。そういや、シュウヤは魔法使わへんの。ああ、魔法はね、一回し回復魔法が使えるだけ。ああ、じゃあ、いっか。うん、いいんだよ。これで、回復が臭くうから。魔法の回復打ってくれる人が、行き過ぎた死ぬで。うん、なんかメッセージあるね。ちょっと聞いてみようか。ここは危険だ。はい、ありがとう。魔法の回復打ってくれる人がいるの、ここ。この人が打ってくれる。ちょっと話だけしとこうか。いっぺん間違えて攻撃しちゃったことも。うわ、なんか怖い仮面かぶってる。普通の人、まあ普通かな。コレクション買ってくれない？貴族の奥様だの。いいものあんの？満月草1300もするんだ、これ。すげえ高えな。これ、赤ソウルの人が40個くらいくれたんだよ。だから今、回復アイテムすげえ異常に余ってんの。すぐ使う、すぐ使う。なんでこの、疫病を治すって1個1000もするの？あー、腐れないで溜まると思う。あー、そうなんだ。取ってもいいけど。いや、まあ、まあいいか。この、月光石のかけらは、何、買う意味ある？取るのがめんどくさかったとき。指輪が5万で売ってんだけど。強欲の指輪。あー、ソウル増えるやつ？これ買うべきなのか。あー、ソウル稼ぐときに。まあ、レベル上げするときってことね。でも結局、なんだろう、トロフィー取るためにはこれ、指輪全部揃えなきゃいけないんだろ？ああ、そう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 。まあ、どうせ今買えないんだけどね。5万とか高すぎ。話す。はいはい。自ら望んで上に行ってしまった。立ち去る。この人が魔法を教えてくれる人？ん？魔法を教えてくれる人？それはちゃう？なんか、ああ、その人はどっかに囚われてる。ああ、別の人か。で、魔力いつ上げるかなって思ってんの。ん？魔力はいつ上げたらいいのかなと。今、47ぐらいしかないんだよ、魔力。ああ。開くんか。メッセージ。罠だと？罠。罠だ！罠やよ。罠言うてんの、なんで俺開けてんだよ。しかも毒ったじゃねえだよ。あと1個しか余ってねえよ。あ、誰か落としてるな。なんで知らない間にこんなダメージ食らってんだよ。お、指輪だ。よし、オッケー。開く。こういうギミックはメインプレイヤーじゃないと開けれないのか。鍵のかかってる系はなんか死体、死んだ跡があるよ。なんか敵と戦ってるんだけど、ここでなんかいるのかな。びっくりした。青い透明の敵がいるのかと思っておめえだったよ。何かここ本当動きがないな。あ、なんかすごい光ってる。話しかける。え、誰に？その人が魔法を教えてくれる人。おお、人間か。フレーキ解放してくれるのか。タコ頭の監視に気をつけるのだぞ。これ開くの？これボス倒すと開くようになるみたいな感じが。ん？それとも鍵取ってくんの？そうそう、鍵取ってくる。で、どっかあんだろ。なんかメッセージ。落下に注意しろ。これ落ちたら死ぬの？なんだこの目の前は。すげえ穴があるんだけど。行っていい、いいのか？ん？この先の穴。落下に注意しろ。飛び降りたら死ぬんじゃねえの？死ぬよ。ほんと怖えな、このゲーム。
え、じゃあ何ここ来た意味、あ、まだ下があるのか。あ、扉開けやがって。あ、あ、鍵あんじゃん。これか。そうそうそう。さっきのがこれで開くってこと？うん、違う。全然違うのか。うわ、こっちもあるじゃん。こっちは開く。閉ざされている。なんていうか、後ろについてるチキンプレイじゃねえか、これ。あ、霧の中だ。中間霧だろ、これ。ボス霧じゃねえよな。あ、初めてボウガン手に入れた。なんもねえじゃん、ここ。またいらっしゃってるから。あ、メデューサだ。かわした。俺すげえ。チャキン、あ、ガードしてもこの威力。縦にしておこう。縦して頑張っていこうと思ったら取られちゃって。まあ楽でいいんだけどね。さ、死なれても困るからな。ちょっと寂しいじゃねえかよ。ヘルプミー。ヘルプミー。あれ？なんか青い人がいる。人間か。ライデル。牢から出してくれ。開けれんの？閉ざされているようだ。そんなに甘くない。ほら。壊せない。道が違うのか。これか？どこだっけなぁ。あ、つまりどっかで鍵取ってこなきゃいけねえんだな。さっきの鍵何回やったっけ？一回？希望のなんたら一回。間ここ入ってみよう。お、ちゃんと攻撃してくる。しかし何もない。まだ地下あんじゃん。ほんと青ソウルの人は縦にぴったりだ。気をつけて。おいおい、何を気をつけるって言うんだよ。一応まあフラグ立てとこうかな。くれぐれも気をつけて。お前嫌なこと言いやがる。お、死体がある。 そもそもこれ落ちん、大丈夫か。おう、メデューサがいるね。遠いな。あれ、メデューサじゃない。なんだこれ。なんか気持ち悪いでっかいのがいるぞ。突っ込んでいいのかな。体力満タンでも死ぬかな。とりあえず一発叩いたろ。暴れだした。はい、近寄らない方がいいのかな。うん、正直近寄らない方がいい。じゃあ掘ってこう。倒してもいいけど。まあ、まずはボスを倒して進めることが今回の目的だ。あ！鎧の虫が、ゆっくり歩いて近づいて、気づかれたらダッシュ。気づかれてる。特に気づかれてるから走った方がいいのか。行くぜ。落ちる。うん、落ちる。うおぉ、お、焦らしてくれるじゃねえか。あいつ消えたよ。落とし穴。なんていやらしい作りをしてるんだ、このゲーム。セッションがなくなりました。落ちた。切れたぞ。え、切れたぞ。切れた。切れたぞ。会いに来てくれ。無理か。遠いか。まあ、もう一個からあったら俺も一人で行けるだろう。行けるーかな？なんかムービー始まったぜ。朝プローリングで行きたかったな。なんかまた怪しい拷問器具が出てきやがったぜ。こっちまで会いに来れる、間に合うんやったら来てくれや。いや、ソウル出せる場所は決まってて。ああ、そうなんだ。ボスの手前とさっきの入り口のとことかな。
まあ死んだら言うよ。あ、死んだら無理だ。死んだら肉体ねえじゃん。まあ無事行けたら言うよ。でこの先宝があるぞって書いてたのに宝なかったんだけど。あ、こっちか。すげえ落ちそう。なんだここは。なんだこれは。絶対これ行っちゃダメだろう。ボスの先まで行けるんだったら先に行っててくれていいよ。あーは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 は。出せたっけな、箱。すげえ怖いんだけど、これ。なんだ、どうやってあのアイテム取るんだ。わからないからやめておこう。肉体復活のアイテム6個ぐらいしかないはずだ。ふわー、なんだ、すげえ矢が大量に飛んでくる。お、どっかのか牢獄の鍵手に入れた。ん？ほら、ほら。なんか、鍵があった。すげえ。なんだこの拷問器具。一家に一台欲しいな。ちょっとローリング連発でかわすんだろう。行ってみよう。ほら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 お、一発食らった。うわ、二発目食らった。あ、死んだ。やった、やってくれるとは思わなかった。お前がローリングでいけるみたいなこと言ったからいけるかと思ったじゃねえかよ。ダメじゃねえか。いや、いけるのはいける。いけるパターンはなかった。3回ぐらいかわせた。